買ってきました。サバの助さん見てください。はい、味の開き、サバ、イカの丸焼き。でこれがですね、と牛丼、牛丼なんだけど、全部これお弁当屋さんなんで、これにご飯とかついてるんだけど、全部おかずだけ買ってきてます。コチュジャン付きですね、ボリューム満点で、お醤油とか、あとね、大根おろしもついてたんですけど、これでなんと3000円ちょっとでした。早速これに合うまでやってみたいと思います。はい、でかいっしょ、やば、開き、やっぱね、あの黙々感で焼かれてたこの感じ、これ高温で遠赤外線でね、旨味が出た炭焼きのアジの開きを食してみたいと思います。で、もう基本弁当なんですけど、今日ワインに合わせるんでご飯付きなんですけど、ちゃんとね、大根おろしもつけてくれたので、これもね、ちょっと活用してやっていきたいなと思います。もう醤油は薄口醤油と丹波黒豆の濃いね、ひくびし、あとは柚子山椒っていうのを用意しました。と、ワインはランブルスコのセコ、やや辛口、ビナイオータさんのビオのランブルスコと、スペインのオレンジワインで、カリフォルニアのシャルドネ、樽が効いた果実味のあるトロピカルな感じと、極めてシャンボールらしいというね、ブルゴーニュの、一応シャンボールの畑のブルゴーニュ18、リジュオイヤロワイエです。今日はこれしか用意してないんですけど、絶対合うだろうなと思って、これに絞ってやっていきたいと思いますので、じゃあ早速アジの開きから。いやー、でかいっすね。もうこれ基本的にね、あのお弁当屋さんなんで、これにご飯とかね、ちょっとしたおかずもついて、あのすごい安い感じなんですけど、もうね、食い応えありますね、これは。では早速、うん、めちゃくちゃびっくりした。やっぱ炭で焼くと高温じゃないですか。だから油が、この干物だからね、旨味が凝縮されてうまいっていうのはもちろんなんだけど、すごいコーティングされてる感じで、中はふわっとしてるんだけど、旨味がすごい、さらに干物を凝縮させた感じで、香ばしい感じがやっぱ炭というよりも、このちょっとビターに、ね、焦がした感じが非常に出てるかなっていうか、めちゃくちゃうまい。これでご飯あったら多分丼ぶり3杯ぐらい食えるかな。めちゃくちゃうまい。で、やっぱ干物なんで塩味もあるんで、これはね、オレンジワインでいきたいと思います。マリアージュポイント88、全然合わなくないんですけど、飲み込んだ後に旨味はずっとお互いそのまま浮遊してる感じで、混ざり合ってないんで88、これで混ざり合ったら90いくんですけどね。っていうか、めちゃくちゃうまい。味開き干物を皮だけ削いだ感じで、これには何が合うかちょっと言ってみてよ。はい、ということでいただきます。野生ですね。ちょっとね、炭火の炭で出た苦味と、この元々の皮の苦味がめちゃくちゃ合ってますね。苦味とコクがもう今すっごい混ぜり合って、めっちゃうまいっしょ。めちゃくちゃうまい。これには苦味といったら、苦味、皮の苦味を抽出したオレンジワイン、いただきます。マリアージュポイント90点ですね。噛めば噛むほど、あの、染みてくる。この皮の苦味と、このオレンジワインが、どん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 、あの、混ざり合っていく、噛めば噛むほど。サバですよ。焼きたて。このね、やっぱ炭で焼いてる感が非常に出てますけど。このね、油がね、ほら、やっぱサバの方がね、オイリーですよね。じゃあ、ここら、でちょっとオイリーなんで、まずはこれだけでいってみたいと思います。やばいっす。
さっきの干物同様、もうオイルがコーティングされて炭でしか出せない感じで、旨味が凝縮されて、これは別に干物じゃないんだけど、こんなうまいのかっていうくらい旨味、アミノ酸が口の中で大爆発してますね。で、これでいきたいのは、菊ちゃんをですね、大根おろしにかけるの、右にですね、すだちを軽く絞り、漬けの、2021年、今、7月ですけど、一番うまいです。一発目食べてアジの干物も絶対勝てねえなと思ったけど、これもめっちゃうまい。これね、フレンチのね料理でこういう感じで出てきて食べたら、フルコースのメインディッシュでも十分ですねっていうぐらい、これがな多分もう500円ぐらいで買えるんで、奇跡の価格ですね。極めてシャンボールらしいチャーミングなブルゴーニュといきたいと思います。マリアージュポイント82。ビター感はすごい合うんだけど、浮遊しないっすね。やっぱワインがちょっと強すぎて、菊美酒の感じとはすごい合うんだけど、めちゃくちゃ美味しいお魚感っていうのがちょっと消えちゃう。それ以前にカボスと大根の人と菊美酒とこのサバだけだとうまさ110点みたいな感じ。もうそれをね、超えられるマニュアルって相当むずいっすね、これは。うん。バロのアンペランとかピューフィセとか、ああいう感じがいいのかなと思うんですけどね。続きまして、イカです。イカ一匹丸焼き。でね、これね、今までで一番炭の香りがする。ほんと普通の安い炭じゃなくて、備長炭使ってますよね。いわゆるバーベキュー食べたような炭感っていうのはないの。香りがね、さっきもしないんですよ、ほんまに。でも、これが一番炭、スモーキーな香りがしますね。で、結構味はついてる感じだと思います。うん、しっかり。あ、これ一番炭感ありますね。で、甘じょっぱいタレに漬け込んだのを焼いてる感じ。炭感がすごい。まさにザ・スモークですね。これには。これしかない。このね、炭感、半端ない感じが、樽の強いシャルドネと、で、味しっかりついてるんで、このままいってみたいと思います。いきます。マリアージュポイント、九州、若いブルゴーニュ。ああ、マリアージュポイント、九州。両方いい。あ、でも、もしかしたらこっちの方がいいかもしれないですね。イカの淡白な感じで、味付けがすごいしっかり甘辛いタレについてるんで、それこそ照り焼きとかね、合うチャーミングな酸味の甘さもしっかりしてる感じするっていうのがあるワインなんで、それこそボルドーワインとかでもいけると思います。こんだけしっかり味がしたら。で、あと、コツはやっぱタレのスモーキーな感じが赤ワインに合う。豚、あ、牛丼。これが実は牛丼になってるんですよ。で、キャベツが入ってて、今日はね、ご飯なしなんで、これキャベツとご飯が乗って、ね、牛丼っていうのをやってるんですけど、それ要は飯なしを頼んだと。結構お肉もしっかりしたから。バラ肉ですかね。牛のしっかりした感じが出てますけど、ボリューミーですよ、これ。やばいっすね。ほら、うん。炭で焼いた感もありますね。いわゆる吉牛みたいに煮込んでるんじゃなくて焼いた感じ、炭でさらに焼いた感じがすごい香りも出てます。お肉がいわゆる吉野家とか、いわゆる僕らが行ってる牛丼さんってすごい薄くスライスされてるって食べやすいと思うんですけど、見てもらえば分かるんですけど熱いっすよね。うん、ですごい噛み応えがあって、噛めば噛むほど牛感とか血っぽさっていうのが出てきて、さらに焼いて香ばしい感じがすごい出てくる。なんかね、すごい
牛を食ってる感もめちゃくちゃある。味付けであんまごまかしてない。だからこれは牛丼というのもお酒にもめちゃくちゃ合うかな。これはね、実はね、ほんと今日赤なくて申し訳ない、シラーとか最強に合うと思う。いわゆるラムとかね、羊肉と合わせるさ、グルナッシュとか南仏のシラーとか、オーストラリアのねカベルネとかね、が多分マネージポイント95ぐらいいくんですけど、今日赤ないのね。結構チャーミングでビター感もあるんで、もうすっごい合うと思う。マリアージュポイント83、いいんですけど、これは逆っすね。さっき魚に赤ワインだから赤ワイン勝っちゃうって言ってるんですが、これはねお肉の方が勝っちゃう。これは非常に食い応えがある、なんか今まで食べたことない感じの牛肉。これが多分牛丼でできたらめちゃくちゃうまいと思う。これ多分あの価格で買えるってなったら多分日本一の焼き牛丼だと思います。というわけで今日いろいろやってきたんですけど、ワイン合わせるっていうのも、炭で魚焼いたらあんなうまいのかっていうのがびっくりするぐらいで、ワインも全然もちろん合うんですよ、いろいろあって。ただご飯が欲しくなる、元気になれるぐらい美味しいお弁当でした。ぜひ篠崎に行く機会があったら行ってみてください。下町代表の名店でした。